すでに次期潜水艦建造計画が進む中、一般には公表されないスペックとはと、たまに考えてしまいます。今回は、次期潜水艦の性能を詳しく見ていきます。潜航深度を深くすることでより忍びやすくなるが、浅い海域でも、機動力が必要となる。それには、やはり、電池性能ということになりますね。2021年現在、海上自衛隊の最新鋭の潜水艦といえば太平洋型だが、一番艦の太平洋が2020年10月に進水、2022年3月就役予定、二番艦の枠芸が2021年10月に進水、2023年3月就役予定と配備はこれからだ。太平洋型は、毎級である、そう、流型を、デザイン的にも機構的にも踏襲した潜水艦だといえ、特に、そう、竜型の最終の2隻、11番艦、桜竜と12番艦の桃竜の正常進化版と位置づけられるだろう。これは、機関部の構成も同様であることからも伺え、桜竜、桃竜と同じく、太平洋型も、ディーゼル機関とリチウムイオンバッテリーと発電機を組み合わせた、ディーゼルエレクトリック方式の潜水艦である。使用上では、桜竜等が、水上排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、全高 10.3 メートルで、軸出力5600馬力、水込み13ノット、水中20ノットの速力だと考えられている。一方の太平洋型は、水上排水量3000トン、水中排水量4300トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、全高 10.4 メートルで、軸出力6000馬力、水込み13ノット、水中20ノットの速力等が予測されるが、すべて近似値である。こうした使用上から見た場合に、実は、そう、竜型の1番艦から10番艦までの10隻は、軸出力で8000馬力ほどあり、機関部構成が、ディーゼル機関とスターリング機関と鉛製バッテリーと発電機だった頃は、今よりも数値上は上回っていた。しかし、そうしたカタログ数値以上に、機関構成の簡素化と艦内スペースの増加、そして鉛製に比べ、高速充電と持続力が向上したリチウムイオンバッテリーの採用で、実際の運用上の効率は遜色がないと言われている。ただし、あくまでも、これは、これまでの海上自衛隊内での通常動力型との比較の話であり、他国の原子力で推進する潜水艦とは、出力やそこから生み出される水中速度等で劣ってしまうことは、避けられない事実ではあるだろう。おおむね、原子力推進型の潜水艦の水中速力は30ノット以上とされており、通常動力型では、世界でも最高の水準と考えられる海上自衛隊の太平洋型や双竜型のおよそ 1.5 倍以上ににも達するため、おのずと運用用途が異なってくる。そうした水中速力と長時間の潜航航行が可能な敵国の原子力潜水艦に対し、日本の潜水艦が行うのは、特定の海域における待ち伏せ戦術であり、いわゆるチョークポイントと呼ばれる地点に潜み、敵艦の行動を妨害するものだ。特に、海上自衛隊の潜水艦の場合、他国の攻撃型潜水艦が、対地攻撃用のミサイル等の兵装も実装しているのとは違い、純粋に、対艦攻撃用の兵装のみに限定されているので、この傾向は、一層強くなることが予期される。韓国の国産潜水艦のトサンアンチャン補給の初期型バッチ1では、通常動力型であるにもかかわらず、潜水艦発射型の VLS を6機搭載しており、攻撃型潜水艦の範疇でありつつ、
対地攻撃能力の獲得を目指している。こうした他国の潜水艦とは異なり、海上自衛隊の潜水艦は、純粋に敵潜水艦を含む対艦攻撃に特化した艦艇であり、傭兵思想そのものが自国の領海防衛に限定されていることを今一度踏まえておく必要があるだろう。また、2020年に大鯨が実際の進水式を迎えるまでには、一部では推進方式に従来までのプロペラによるスクリュー式ではなく、ウォータージェットもしくはポンプジェットと呼ばれる推進方式の採用を指摘する声もあった。確かに、ウォータージェットによる推進方式は一部の他国の潜水艦で採用されており、アメリカのシーウルフ級、イギリスのトラファルガー級、ロシアのボレー級などが実在しているが、いずれも原子力推進型の艦艇である。潜水艦以外でのウォータージェット推進の採用例としては、レジャー用の小型の水上バイクや、速度22ノットを超える高速船の一部などに取り入れられており、水上艦では40ノット以上を発揮する艦艇も存在している。ウォータージェット推進は、搭載する艦艇が自身の接する周囲の水を一旦吸い上げ、高圧ポンプを動力源にして噴射することによって進む方式だが、スクリュー式よりも物理的な効率が低く、したがって燃費も悪い方式でもある。それでも前述したように、一部の原子力推進型の潜水艦がウォータージェット推進を採用しているのは、その原子力という動力源が非常に寄与しており、一般の通常動力型とは比較にならないほどの出力を生み出すゆえである。にもかかわらず、大鯨型がウォータージェット推進を採用するかのような言説がインターネット上に流布された背景には、おそらく2019年に千葉県の幕張メッセで行われた MAST アジア2019という展示会の影響があったと思われる。この MAST アジア2019において海上自衛隊の潜水艦建造を担当している主要メーカーの三菱重工業者が将来の次世代型潜水艦のイメージ図を展示しており、ここでウォータージェット推進の採用が打ち出されていたのだ。あくまでこの時に三菱重工業者が展示していたのは、次世代潜水艦に向けたコンセプトイメージの訴求が目的だったと思われるが、これを見た気の早い一部の人々が、双流型に続く新型で採用されると先走ってしまったようだ。少なくとも、この当時命名はされておらず、大鯨型という名称も未定な新型潜水艦ではあったが、一番艦、大鯨は、この前年の2018年3月には寄港されており、そもそも次世代潜水艦という表現には合致しない。そのため、この時のイメージ図を本来的な意味での次世代潜水艦だと解釈しても、それは少なくとも大鯨型以降の潜水艦だと考えるのが正解であり、順当な判断だということがご理解いただけるだろう。ウォータージェット推進は、噴出する水流の方向を、ノズルの向きで変更可能なために、舵の設置が不要であり、高速度を実現できることと合わせて、潜水艦に実装することの利点が少なからずあることは、疑いようのない事実ではある。しかし、一般的に、25ノットまでの速度域においては、従来のプロペラによるスクリュー式が、動力源の約 65% の効率であることに対し、ウォータージェット推進では、ここから 20% ほど低い効率しか実現できないという。この両方式のエネルギー効率は、速度が30ノットを超過する時点で逆転するとされており、現状最新のリチウムイオンバッテリーで、水中速度が
20ノットほどの日本の潜水艦ではその域に到達することはかなり困難である。今後リチウムイオンバッテリーがさらに進化して全固体化がなされれば、そこで得られるパワーで水中速力を現行の20ノットから向上させる可能性もあるかもしれないが、やはり 1.5 倍にもなる30ノットの実現はハードルが高いだろう。これを考慮すれば、個人的には日本の潜水艦が通常動力型である以上、ウォータージェット推進の採用はメリットがなく、かなり抜本的な技術革新が実現されない限り実装されることはないと思えてくる。次世代戦闘機開発にあたる前に実証実験機があったのをご存知でしょうか。 X 通信信が先進技術実証機にあたります。今回は X 通信信がもたらした新たな技術について詳しく見ていきます。この信信をさらにブラッシュアップさせ XFQ エンジンや高性能レーダーなどどんどんテストしていけばいいと考えるのは私だけですよね。航空自衛隊の現行の F2 戦闘機を代替する次期戦闘機計画は、2020年末に三菱重工業者を主幹企業として契約が交わされ、この下に国産の各分野の企業が紐づき進められる形式が前提だと解釈されてきた。と同時に、F2 戦闘機の開発においては、最重要部位である機関部分の国産化の目途が立たなかったことや、日米の政治状況からアメリカの F16 ファイティングファルコンをベースとせざるを得なかったことの教訓も踏まえていると見えていた。具体的には、IHI 社が、すでに、プロトタイプの1機のみとはいえ、2018年6月には、XF91 エンジンを、防衛装備庁に、納入を済ませており、その推力や燃焼器付近の温度は、世界レベルの数値を達成、今後に期待する声も大きかった。しかし、日本としては、第5世代戦闘機の単独開発経験も有していないことから、次世代戦闘機開発への技術支援先には、アメリカのロッキード・マーチン社や、イギリスのロールス・ロイス社の協力を仰ぐことが検討されている。これまで、日本では、次期戦闘機の開発に向けて、先進技術の実証実験機、X2、通称、シンシンのプロジェクトを2006年から始動させており、ここでも、三菱重工業者や IHI 社が核となり、同期の飛行試験棟で、要素技術の研究を担ってきた。実証実験機、X2、シンシンは、あくまでもテスト機につき、機体の大きさ等は、実際の戦闘機に比べれば、はるかに小型ではあるが、第5世代戦闘機以降必須となった機体のステルス化や、
搭載する機関部の国産化の可能性を提示したといえる。この実証実験機 X2 シンシンの初飛行は2016年4月であり、約1年半後の2017年10月には予定されていた全テスト日程を総数32回に及ぶ飛行で終了したが、アメリカ等の戦闘機開発に比べ少なかった感は否めない。そのため実証実験機 X2 シンシンについては、そのテスト飛行終了のアナウンス直後から、当時は将来戦闘機と称されていた航空自衛隊の F2 戦闘機の代替を目指すには不十分との指摘の声が聞こえていたのも事実である。この当時、アメリカの軍事専門誌として著名なディフェンスニュース誌は、すでに航空自衛隊が取るべき道は F15 自衛イーグルへの近代化改修とへ、F35 ライトニング2の積極的な導入だと述べており、実証実験機 X2 シンシンの意義に批判的だった。ここからはやはり第5世代戦闘機の開発経験もない日本が実効的な新型戦闘機を製造するというのは無謀であり、これまで同様にアメリカ製の戦闘機の調達を進める方が費用対効果の面でも理にかなったものとアメリカ側が見ていたことがうかがえる。実際に日本でも実証実験機 X2 シンシンは、その後2017年11月には航空自衛隊の岐阜基地の航空祭で一般公開されるなどしていたが、その時点ではこれをベースに次世代戦闘機の国産化を行うか否の判断は防衛省でも保留された。それから4年が経過した2021年11月現在、次世代戦闘機開発をめぐっての新たな情報はほとんど更新されておらず、冒頭のロッキード・マーチン社やロールス・ロイス社の技術支援を仰ぐ方向の続報も報じられてはいないようだ。これも前述の F2 戦闘機開発においてアメリカの F16 ファイティングファルコンをベースとしたことで、後に日本が希望する改修の自由度がなかった点を踏まえ、自国主導での次期戦闘機開発を進めるという方針の是非も不明瞭に見える。そうした中で、2021年11月15日に財務省が公表した財政制度分科会での次世代戦闘機の検討にあたってという資料に記載された内容では、これまでと異なるアプローチと視点から航空自衛隊の次世代戦闘機が語られている。この次世代戦闘機の検討にあたってという資料には、ここ近年の主として西側各国の戦闘機の潮流は、機関部が総発から単発にシフトし、それに伴い機体そのものも小型化している傾向にあると指摘しており、議論を呼んでいる。この指摘の根拠に挙げられているのは、アメリカ空軍の F2 にラプター総発機が F35 ライトニングに単発機に置き換えられているという点だが、そもそもこの前提自体が大きく事実と乖離していると言われている。これは F35 ライトニングには F16 ファイティングファルコンの代替機で、両者は単発機であり、 F22 ラプターの代替機は今現在開発中の NGAD の戦闘機だとするもので、大多数の同意を得られる意見ではなかろうか。そもそも F22 ラプターは、その高性能さが旧ソ連の崩壊でオーバースペックと見さされ、生産機数がわずか200機弱に止められた不運な機体だが、これを補完するための戦力として F35 ライトニング2が導入されたことはよく知られている。したがってアメリカ空軍の場合、主力戦闘機は F15 イーグルから F22 ラプター、そして次の NGAD の戦闘機となる予定であることは既定路線であり、F35 ライトニングには
F-16 ファイティングファルコンの代替機と見るのが妥当だ。加えて、戦闘機そのものの重量を比較した場合、第5世代に分類される F-22 ラプターや F-35 ライトニングには、その最大の特徴である高度なステルス性を実現するために、基本的に兵装をすべて胴体内のウェポンウェイに収容する仕様となっている。このため、F-22 ラプターや F-35 ライトニングには、寸法に比べても胴体部分が厚いことから、従来機よりも重量は増加しており、財務省が主張している小型化がトレンドというような論法は、かなり事実に反すると言わざるを得ない。具体的には、おおよその機体重量は、F-15 イーグルの約13トンに、比べ F-22 ラプターは約20トン、F-16 ファイティングファルコンの約8トンに比べ、F-35 ライトニングには、約13トンと、むしろ明らかに増加していることが顕著だ。未だ、アメリカ空軍の NGAD の戦闘機の使用は定かではないが、現時点での方向性として、増強を続ける中国軍に対して優位性を確保するため F-22 ラプターをはるかにしのぐ航続距離の獲得が必要と見る向きが多く、双発機が有力視されている。本来は次期戦闘機開発等の軍事分野においては門外漢であるはずの財務省が、この時期のこのタイミングにこの資料を提示したことに何らかの政治的な意図があるようにも思われるが、だとすれば、その狙いは何だろうか。現在進行中の次期戦闘機開発は、世界の現在の戦闘機開発の潮流から、外れた大型戦闘機を志向して、貴重な国家予算を無駄にする可能性があるので、そうした開発から転換し、コスト的に廉価な小型戦闘機にせよとの提言なのだろうか。非常に個人的な感想だが、財務省が、このような資料を提示したことは、日本の次世代戦闘機開発の自国主導という看板を下ろしても、文句がつけられないようにしようとする予防線のようにも思え、今後の続報からも目が離せないと感じる。選挙戦も始まり、馬毛島の基地計画にも影響を与えると考えています。今回は、この馬毛島基地計画の反対派や賛成派を詳しく見ていきます。中国の脅威を考えると、待ったなしの案件、反対派活動家は中国の民兵とも感じる。もう時間がかかりすぎますよね。2021年8月6日に、防衛省は、米軍機訓練、及び
自衛隊基地を建設する予定である、鹿児島県西之表市にある馬毛島整備する、港湾施設など基地施設のイメージ図を公表したことが話題になっていた。当時、これまで公表していた滑走路や島内施設に加えて、出雲、型護衛艦なども入港できる、仮設桟橋3本などを有する、大規模な艦船係留施設を建設することを新たに加えられていた。この馬毛島は、種子島の西方 12km にある、面積 8.2、周囲 16.5km の低地で、平らな無人島であるが、2005年の国勢調査によると、過去タストンエアポート社、当時は、馬毛島開発の従業員15人が、住民として登録されていて、有人島扱いになっている。2007年頃より、米海軍第7艦隊の空母艦載機による、陸上空母艦載機離発着訓練、FCLP の候補地として挙がっていたところ、2010年に、防衛省が、馬毛島を自衛隊施設として使うことを想定に、滑走路の整備による航空基地としてだけでなく上陸演習場、事前集積拠点として利用するほか、災害派遣時の物資集積場としての使用計画を立案し、種子島などにおいて地元説明会を実施した。聞くところによると、2011年には、馬毛島開発のオーナー問題や、タストンエアポート社による滑走路建設などの開発が元となって、様々なトラブルが発生していたが、日本政府が間に入って、米海軍の FCLP 訓練の候補地として、日米安全保障協議委員会2+2の公文書に表記され、2018年には、防衛省が、馬毛島を、海上、航空両自衛隊の拠点として活用する方針を発表した。その方針では、出雲、型護衛艦に、艦載予定で、宮崎県の新田原基地に配備される F-35B の離発着訓練に利用し、さらに、海上自衛隊の鹿屋基地の P-3C や、航空自衛隊新田原基地の F-15J を展開させるほか、沖縄本島の航空自衛隊那覇基地配備されている F-15J を有事に分散配備する、先として利用することなど住民から、すれば騒音計画と言えるようなものだった。防衛省は、当初の計画通りに、米軍空母艦載機の FCLP にも活用するとして、航空自衛隊の F-15J を使用して、FCLP で使用する空路近辺での騒音測定を、2021年5月に実施、その測定結果を公表し、各自治体に対して説明を実施したが、お年寄りの方々が、それを理解したとは、到底思えない。種子島の西之表市では、2021年1月の市長選挙において、基地整備に反対する矢板氏が、わずか144票差で当選しており、今後の馬毛島基地計画の推進が懸念されるが、西之表市議会は、自衛隊施設誘致賛成の姿勢を示しており、この先については、市長と反対派の一部左派系市議の動きが注目されている。すでに、種子島島内の3市町村のうち、中種町と南種町においては、町民も町議会も自衛隊施設整備に賛成している。現在、防衛省では、陸、海、空それぞれが、馬毛島での各種訓練計画を立案して、150から200名の隊員を常駐させる予定である。そのため、種子島に宿舎を建設して、その家族を帯同させ、保守管理に必要な最低限の隊員を除き、基地隊員は、種子島の宿舎から定期船などによって通勤することになる予定だ。この移設によって、過疎化が進む種子島においては、1000人近い若い世代の人口増は、地域の活性化に望ましいことであり、基地や宿舎で必要となる食料品や生活必需品は、地元で購入されることから、島内経済の活性化にも大
大きく貢献することになるので、種子島全体としては自衛隊施設整備を歓迎されているようだ。防衛省が2021年8月6日に発表した馬毛島基地のイメージ図で印象的なのは、島の東側の海岸線に3本の桟橋など艦船の係留施設の設置計画を進めていることで、これによって19,950トン、全長 248M、全幅 38M の出雲型護衛艦の接岸、入港が可能となる。その係留施設は、桟橋のほか、防波堤や消波日下げが建設される予定で、大量の物資搬入や人員や燃料の海上輸送には必要不可欠であるが、これらが沖合 1300M まで伸ばされるということに、漁業の影響を懸念する。この工事資材などの運び込みのために、仮設桟橋が設置され、500M 級が1本、700M 級が2本設けられるが、これらは工事終了後に撤去される予定だ。他にも、イメージ図には、滑走路に沿って、駐機場スペースと関連施設、管制塔などが建設される飛行場支援施設、訓練施設、基地要員と訓練人員の生活スペース含むなどの他に、航空規格納庫、燃焼、弾薬庫、揚陸施設などが配置されており、いつ敵国が攻めてきても良いというくらい整っている。冒頭でも述べた通り、馬毛島は、米海軍空母の FCLP、陸上空母艦載機離発着訓練が行われる施設としての利用が目的であった。横須賀を母港とする米海軍第7艦隊の空母、ロナルド・レーガンは、乗組員の休養や補給整備のために、年に数ヶ月は横須賀に寄港しているが、その間、艦載機パイロットは、空母着艦資格維持のために、陸上の飛行場における FCLP の実施が義務付けられているため、平時の場合は、年に1回、または2回、5月か8月に実施している。この FCLP は、空母出港直前に集中して実行し、陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立てて、タッチ&ゴーを繰り返す訓練であり、特に、夜間、離着陸訓練、NLP において、騒音問題が発生する。当初は、横須賀を母港とする第7艦隊の空母艦載機が、厚木基地を陸上基地としていて、横田基地などと併用で実施されていたが、騒音問題によって、1991年8月からは、小笠原諸島の硫黄島基地で実施している現状だ。しかし、厚木基地から硫黄島基地まで、1000km の距離があることで、米海軍パイロットの疲労や、航空機の疲弊、燃料消費などによる経費増大への懸念から不満を持っており、2017年に空母艦載機が山口県の岩国基地に移転してからも、近辺での FCLP 実施を要望していたという。付け加えて、硫黄島は現在も活火山があるため、地面の隆起が激しく、滑走路や施設の補修に手間と経費がかかっており、米海軍においても、岩国基地から近い馬毛島での FCLP を期待している。馬毛島の面積の 99.6% は、すでに国が購入済みとされているが、残りのわずかな部分は、かつて島民がいた頃に建設された学校などで、西之表市が所有しているのが現状だ。そのため、矢板西之表市長を筆頭に組まれた反対派が、この私有地を拠り所とするほか、島内の固有種であるマゲシカの絶滅危惧を訴えるなどして、自衛隊施設建設を拒絶することが想定されるが、種子島内の2町や鹿児島県として、施設整備に賛成の意を表しており、そこまで大きな障害とはならないだろう。
すでに、世界に、バレバレの IHI 社製、次世代ジェットエンジン、XF9 プロトタイプ。新たに入手した情報と合わせて、詳しく見ていきますね。この静かなる防衛でも、何度もお伝えしていますが、今回ばかりは、米英が注目するのがわかります。中国の反応も、面白い記事を見つけ、技術が追いつかないことが分かったみたいです。防衛省が2010年8月に公表した将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンにおいて、次世代戦闘機 I3 ファイター、I ファイターが、いわゆる第6世代国国産戦闘機のコンセプトモデルとして提唱された。この I3 ファイターの I3 とは、高度な情報化、インフォームドと知性化、インテリジェントされた戦闘機によって、敵を瞬時、インスタンタヌアニタタクトの3つの単語の頭文字で、現在運用している平成の冷戦、ことへ、普通戦闘機の後継機種として、三菱重工業を主管とする国内企業7社によって開発が進められていて、F2 の後継機種であることから、F3 あるいは FSX、次期支援戦闘機と呼ばれることもある。防衛省では、2020年度、令和2年度、防衛予算において、初めて開発予算して以来、これまでは、この I3 ファイターを将来戦闘機呼んでいたが、2019年12月公表の我が国の防衛と予算、令和2年度予算の概要案では、次期戦闘機を正式な呼称としている。この次期戦闘機は純国産化を目指しており、F2 戦闘機までは国内で開発ができなかったジェットエンジンについても純国産を目指し、2010年に防衛省技術研究本部、現在の防衛装備庁が、これまでアメリカ製の戦闘機エンジンをライセンス生産していた IHI と共に研究開発を進めていたもので、2018年6月にプロトタイプが完成し、XF91 と名付けられて防衛装備庁に正式納入された。この XF9 開発には、その母体となったXF5 というエンジンが存在し、やはり、防衛装備庁と IHI、当時は、石川島播磨重工業によって、共同研究、開発が進められていた。XF5 は、XF9 と同様に、アフターバーナーを備えた、ターボファン方式ジェットエンジンで、1995年から2008年まで、研究開発が進められ、1998年には初号機が完成、ステルス研究のための先進技術実証用研究機 X に新進に搭載され、2016年4月22日に初飛行に成功していた。XF9 は次期戦闘機に搭載することを目標に開発されている低バイパス非ターボファンエンジンで、開発基本コンセプトはハイパワースリムエンジンであり、ボーイデツトムかつスリムであることを目指している。そのサイズは、現在 F15、イーグル F16、ファイティングファルコンに搭載されている、アメリカのプラット&ホイットニーの F100 エンジンと、ほぼ同じで、空気取り入れ口の直径は、約 1M、軸長が、約 4.8M とされていて、その推力は、通常で 11TF108KN 以上、アフターバーナー使用時で 15TF147KN 以上に達し、タービン入り口温度は1800度以上とされる。この推力性能は F110 の推力を3割ほど上回るとされ、アメリカ空軍の最新鋭ステルス製空戦闘機である F22 ラターに搭載されているプラット&ホイットニー F119 と比べても遜色がないと言われている。なお、
航空自衛隊が導入を進めている第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2に搭載されているプラット&ホイットニー製の FE-35 はアフターバーナー使用時の最高出力が 191.35kN とえ F-119 や XF-9 を大きく上回っているが、そのサイズは一回り大きくえ F-35 は単発エンジンである。そのため総発エンジンの F-15 やえ普通には単純な推力比では F-35 を上回り、日本の次期戦闘機も公表されているデジタルモックアップを見る限りでは総発であるため、その速度や加速性能などにおいて F-35 とは同等以上と推定されるのである。ちなみにジェットエンジンにおけるアフターバーナーとは、エンジンの排気に対してさらにもう一度燃焼を吹きつけることで再度燃焼させてより高い推力を得る装置のことを指す。高い推力を得られるため戦闘機においては緊急離陸時や戦闘起動の際に用いられるが、大量の燃料を消費するため長時間の使用はできない。日本政府と防衛省はこの先次期戦闘機の開発については海外技術の提供が必要不可欠として、戦闘機開発では先駆者であるロッキード・マーティンの支援を受けて、機体のステルス性向上やアビオニクスなどについて共同開発をするとして調整している。またエンジン開発については XF9 を開発した IHI を中心として進めていくことになっているものの、量産によるコスト削減やさらなるコンパクト化と性能向上に向け、ジェットエンジン開発に定評のあるイギリスのロールス・ロイスの協力を得て共同開発とする方向で話が進められている。現在ロースル・ロイスはイギリス主導で開発を進めている次世代戦闘機テンペストのエンジンを担当しており、 IHI との技術提携で双方の戦闘機に搭載するエンジンのコンパクト化と部品を共有することによるコストダウンを図りたいとの思惑があるという。実際にこれまで IHI とロールス・ロイスは民間企業ジェットエンジンにおいて共同で開発・製造を実行しており、その関係性は良い。 XF9 のさらなるコンパクト化に成功すれば次期戦闘機の機体に余裕ができ、機体全体のコンパクト化のみならず兵器搭載量や搭載燃料を増やすことが可能になるなどのメリットがある。ステルス戦闘機にミサイルなどを搭載する場合には、敵レーダー並みの反射を防ぐため、機体内のウェポンベイの中にミサイルを収容するが、機体に余裕がないと搭載できるミサイル数がかなり少なくなってしまう。といって、従来通りに翼下や胴体下のハードポイントに吊り下げてしまうと、ステルス性を損なうことになるため、大きな対艦ミサイル、対地ミサイルも搭載できる広いウェポンベイが望ましいとされているのである。そしてコンパクト化の他にも推力変更ノズルの開発も進められていて、これは飛行中に推力方向を変えることによって飛行中の軌道に変化をもたらす装置で、これについてもロースル・ロイスとの協力でスムーズに開発が進むと考えられる。このように今後の成長にさらに期待が膨らむ XF9 エンジンであるが、その開発に戦々恐々としている国がある。中国メディアの八卦号の記事では、中国では戦闘機用のエンジンとして宇津奥義15の開発が進められているが、日本の XF9 の開発スピードが非常に速いため先に実用化される恐れがあるとした上で、XF9 の高性能について紹介し、日本の戦闘機開発技術は今やアメリカと肩を並べつつあると、その成長について指摘している。
また、もう一つ、日本の高性能な次期戦闘機の出現の可能性について、大騒ぎをしている国がある。海上自衛隊の P-1 哨戒機に、火器管制レーダーを照射する、敵国とも言える韓国では、日本が次期戦闘機を開発したら、すぐにでも、徳島、竹島を奪還に来ると、大騒ぎをしているという。この隣国では、日本の次期戦闘機に対抗して、次期国産戦闘機 F-21、フォラメ、若鷹の開発を進めているが、日本より早く、その試作1号機が完成したとして、2021年4月に、盛大に、製造工場からの出庫式が開催された。しかし、完成したはずの機体は、まだ飛行することができず、初飛行は、2022年として、地面を引きずり回して、また工場に戻したことは、もう笑うしかない。この国の国防とは、常に、日本の上を行くということであり、日本が持つ兵器は、韓国も必ず保有しなければならないとして、出雲、型の空母化を意識するあまりに、自国に必要のない軽空母を建造するという。そして、これも、また必要ないと思われる原子力潜水艦を、日本が保有する前に保有したいと、アメリカにわがままを言って困らせるとんでもない、同盟国なのである。中国は、急成長する、この戦闘機分野を警戒しています。日本の底力を、今まさに結集する時期です。韓国は、考えることが、論外の国になり下がってしまいましたね。防衛費は、考えない方がいいですよ。見てくれて、ありがとうございます。最西端での防衛方針を決定しました。ミサイル防衛、電子戦部隊の配備が決定、尖閣へのミサイル部隊も配備されます。今回、尖閣、与那国島、石垣島へのミサイル防衛の最新情報を詳しく見ていきますね。遅い決断ですが、それだけ迫られているのです。岸防衛大臣には期待しています。虎視眈々と尖閣諸島を狙う中国を牽制すべく、防衛省は、南西諸島の石垣島に、新たに、500から600人規模のミサイル部隊を、2022年度末までの配備と、台湾に近い与那国島に、電子戦部隊を、2023年度末までに配備する方針であることが、明らかになった。2021年7月末現在、南西諸島においては、鹿児島県の奄美大島、沖縄県の沖縄本島と宮古島の3島にミサイル部隊が配置されているが、石垣島への配備によって、さらに海洋進出を企てる中国海軍に対する南西諸島の防衛力を強化することになる。石垣島に常駐する部隊は、地対艦ミサイルと地対空ミサイルを運用する部隊と、
基地の警備部隊で、駐屯地は石垣島の市街地から離れた場所にある元ゴルフ場の跡地に隊舎、弾薬庫、訓練場などを設けるとして、それらにかかる経費を2022年度予算に盛り込むことになっているとされている。中国には1982年以降、南西諸島から台湾、南シナ海の九段線にかけてのラインを、第一列島線、日本本土、伊豆、小笠原諸島、マリアナ諸島からニューギニアに至るラインを第二列島線として、このライン以内におけるアメリカ軍の行動を制限する戦略目標としての協議がある。その戦略は、接近阻止、領域拒否名付けられ、アメリカからは、接近阻止を A2、領域拒否を ADE としてアンチアクセス、エリア、デニアル。A2ADE と呼ばれている。接近阻止とは、中国がアジア、西太平洋で行う軍事作戦へのアメリカ軍の軍事介入を阻止するための戦略で、中国本土などにある地上基地における航空機やミサイルなどの兵量を増強がそれにあたり、領域拒否とは、第二列島線内の領域内で、アメリカ軍が自由に行動することを阻害する作戦を展開するもので、近年増強が著しい海軍がその任務にあたる。この協議に従ってか、中国海軍では、沖縄本島と宮古島の間の宮古海峡において、空母、遼寧を含む艦隊を通過させるなど、第一列島線を越えて太平洋に進出させる軍事行動が活発になっている。今回石垣島に配備されるのは、現在陸上自衛隊が運用している03式中距離地対空誘導弾と12式一二丸式地対艦誘導弾であると思われる。丸3式中距離地対空誘導弾を運用する部隊は、発射装置搭載車両1両あたり6発、射撃用レーダー装置搭載車両、射撃用レーダー装置搭載車両、レーダー信号処理電源車、運搬装填装置搭載車両、1両あたり6発、で編成され、自走可能な機動力が高い部隊である。丸三式中距離地対空誘導弾は、全長約 4.9M、直径約 32cm、弾道重量約 73kg で、射程 50km とされていて、アメリカ軍との演習などでも高評価を得ているミサイルである。現在では、後継として、03式中距離地対空誘導弾改めの開発を終えており、石垣島には、この改良型が配備されると思われる。このミサイルは、2015年に、アメリカのホワイトサンズ実験場で実施された、巡航ミサイルを攻撃目標とした発射試験において、10発の目標に対して、全弾命中との成績を上げて、アメリカ軍関係者を驚かせていて、目標の中には、超音速で低高度を飛行するミサイルも、あったという。一方、一二丸式地対艦誘導弾は、全長約 5M、直径約 35cm で、射程は約 200km とされていて、部隊編成は、発射機搭載車両、1両あたり6発搭載、弾薬運搬車、1両あたり6発搭載のほか、捜索標定レーダー装置、中継装置、指揮統制装置、射撃管制装置を、それぞれトラックに搭載して、こちらも移動可能なシステムである。この地対艦ミサイルにおいては、現在、長射程化及びステルス化に加えて、発射可能なプラットフォームを多様化すべく、改良が加えられており、将来的には地上発射のみならず、艦船や航空機による発射が可能となる。特に、長距離化に関しては、現在の射程 200km から大きく伸びて、最大 1000km になるとされているばかりか、最大 1500km まで延伸される予定となっており、アメリカの長距離ミサイル、ルラセムをも上回る日本版、空母キラーとなる可能性がある。
尖閣諸島防衛の意味だけでなく、中国の横暴ともいえる海洋進出に対しては、これらの地対空、地対艦ミサイルを南西諸島の各島にハリネズミのように展開することで、かなりの抑止効果を得られると思われる。そして、これらのミサイル配備と並んで、南西諸島の防衛に貢献すると思われるのが、与那国島に配備される予定の電子戦部隊専門部隊である。この電子戦部隊専門部隊は、装置を搭載した車両群によって編成されていて、電子戦部隊統制装置と電子戦部隊装置、1型、2型、3型、4型 A、4型 B などが配備されている。この電子戦部隊専門部隊は、車載型のネットワーク電子戦部隊システム、ニュースを駆使して、平時においては、敵が発する各種の電波を傍受して、情報収集と分析を行い、有事においては、強力な妨害電波を発信して、敵の通信を妨害して、攻撃を防ぐ部隊である。この分野においては、ロシアや中国での研究開発が進んでおり、ロシアは、2014年のクリミア侵攻で、この電子戦部隊とサイバー攻撃を組み合わせ、ウクライナ軍を撹乱して、成果を上げているほか、中国においても、近年電子戦部隊専門部隊を発足させていて、能力の向上に努めているという。防衛省は、将来的に、この電磁波による電子戦部隊において、中国、ロシアに先進されていることを懸念、システム開発とその編成、配備を急いでおり、以前から配備していた北海道の東千歳駐屯地に加えて、2021年3月に熊本県にある県軍駐屯地に80人体制で部隊を新設した。その他2021年度中には、電子戦部隊部隊を統括管理する電子作戦部隊を東京の朝霞駐屯地に新設し、北海道ノルモイ、長崎県の愛の浦、鹿児島県の奄美、沖縄本島では、那覇と知念に部隊を配備し、全国7拠点とすることを発表していて、石垣島への配備は、それに次ぐものである。ここに来て、防衛省では、従来の領土、領空、領海の防衛に、宇宙、サイバーそして電磁波を加えて、多次元統合防衛力とする、防衛戦略を打ち出して、取り組みを始めたところであるが、この電子戦部隊分野において、アメリカ軍は、ロシアに比べると、かなり遅れをとっている。アメリカ陸軍は、ロシア陸軍に、電子戦部隊では到底かなわないとして、最近になり急いで開発を進めている状況であるが、実は陸上自衛隊では1950年代から電子戦部隊に着目しており、装備の開発や要員育成を続けていたため、電子戦部隊に限りアメリカ陸軍と比べて圧倒的に優れているとされている。もし中国が南西諸島に侵攻した場合、電子戦部隊で使用される電磁波はレーダー波では、超短波、VHF やマイクロ波、SHF が中心となるが、これらの電磁波は、せいぜい数十キロしか届かない。そのため、九州南部から、奄美島、沖縄本島などの南西諸島に、電子戦部隊部隊を分散配置することで、中国海軍に対して、地の利を活かせる自衛隊が、有利に立ち、戦いを主導することが、可能になるとされているのである。近年活発な中国海軍の軍事活動を考えれば、防衛省は南西諸島へのミサイル部隊や電子戦部隊部隊の配備を急ぐべきであろう。
護衛艦出雲、加賀の改修工事が進む中、F-35B 戦闘機の配備先も、ニュータバル基地へと決まり、第一列島線を強化する方針へと変化している。今回は、F-35B 戦闘機の特徴と護衛艦出雲や、加賀の改修工事計画を詳しく見ていきます。ハリアーの排気熱は、そんなに熱くないだね。一体、温度は、どれくらいになるのか、気になります。2021年10月3日、海上自衛隊の護衛艦、出雲は、四国沖の洋上にて、アメリカ海兵隊の岩国基地に配備された F-35 ライトニング 2B 型の協力のもと、初の同機による離着艦テストに成功したことが大きく報じられた。護衛艦、出雲は、2020年3月から2021年6月にかけて、ジャパンマリンユナイテッドの横浜事業所において、第1回目の航空母艦化改修工事を施されており、この終了を受けて乗り着、区間テストを日米が協力していったものだ。この第1回目の航空母艦化改修の主な内容としては、出雲の飛行甲板に F-35 ライトニング 2B 型の離着艦に耐える耐熱処理や、同機もしくは MV-22 オスプレイ等の運用を支援する誘導灯の設置などが挙げられる。F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として先行運用しているアメリカ海軍でも、それ以前の同様な短距離離陸、垂直着陸が可能な AV-8B ハリアー2と比較しても、飛行甲板の耐熱処理にはかなり苦慮していたと言われている。一説には、AV-8B ハリアー2の運用に、十分な強度を持っていたとされるワスプ級強襲揚陸艦の飛行甲板であっても、F-35 ライトニング 2B 型を3度着艦させるのが限界だったとも言われ、同機の排気熱の強烈さを物語る。このため、アメリカ海軍のワスプ級強襲揚陸艦では、F-35 ライトニング 2B 型を着艦させる飛行甲板の後方部分と、MV-22 オスプレイの着艦予定位置のみに、特に集中して耐熱加工を施しているとされ、出雲もこれに準じているのだろう。ちなみに、日本では、MV-22 オスプレイは、陸上自衛隊が調達しており、2020年5月に、最初の機体が、アメリカから、岩国基地に、船で移送されて来日、同年7月には、千葉の木更津駐屯地に到着し、2021年3月時点で、5機を保有している。この陸上自衛隊の MV-22 オスプレイは、南西諸島防衛の一環として、地理的に、その方面に近い、九州の佐賀空港の設備を拡張して配備する計画だったが、用地の買収等の問題もあり、暫定的に、木更津駐屯地に配備された経緯を持つ。MV-22 オスプレイについては、1990年代には、海上自衛隊も、導入を検討していた時期もあったが、用途としては、航空救難活動を行うことが、当時は求められており、アメリカ本国での開発の遅れもあり、実現はしていない。さて、出雲、であるが、今回の第1回目の改修工事に引き続き、第2回目の改修工事は、2025年3月の大規模定期検査のタイミングで、抱き合わせで実施されると見られており、ここでは、艦首部分の飛行甲板の拡張も行われる予定だ。これは、現行の艦首が台形型をしている、出雲の飛行甲板を、アメリカ海軍の強襲揚陸艦に酔うな、スクエアな形状に変更する工事であり、より、F-35 ライトニング 2B 型の離着艦の効率を向上させる目的で行われる。その2回目の工事によって、飛行甲板の先端までの距離が延長されることで、F-35 ライトニング 2B 型が、発進時の滑走に使用できる距離が、十分に確保されることになり、
後部での着艦に干渉しにくくするための工事となる。出雲や2番艦の加賀の航空母艦化が取り沙汰され始めた当初は、イギリスの航空母艦クイーンエリザベス等のように艦首部分にスキージャンプ式の発艦設備を設ける可能性も一部から指摘されていた。スキージャンプ式の発艦設備を設ける最大の利点は、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型により、多くの燃料及び兵装を搭載しての発艦が可能となり、戦闘機としての作戦行動範囲が広くなることが挙げられる。しかし、出雲、加賀は、対潜哨戒用のソーナーを監視下部に内蔵しており、今後も対潜哨戒、ヘリの艦載による同任務の遂行も外せないことから、艦の重量バランスの観点からも、スキージャンプ式は見送られたようだ。加えて、スキージャンプ式の発艦設備を設けた場合、甲板前方で、ノロ宙による駐機スペースも制限されることになるため、海上自衛隊としては、そちらのデメリットの方が、運用上の問題となると判断した結果なのだろう。直近の2022年度の防衛予算上では、出雲型の改修に向けた費用が67億円ほど計上されており、ここには、出雲用の全天候型着艦誘導システムの導入費用として36億円が予定されている状況となっている。全天候型着艦誘導システムは、アメリカ海軍とレイセオン社とが共同で開発した J-PULS 呼ばれているもので、宇宙空間からの人工衛星の GPS 信号や管制工法の仕組みを用いた軍用機用の専用システムだ。また、同じく2022年度防衛予算上には、アメリカ軍からの技術的な支援を受けるための経費として、12億円が含まれており、くしくも冒頭に挙げたアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型のテストへの協力等に、これは充当されるものだろう。こうして、出雲から先行して行われてきた航空母艦化改修工事だが、2番艦である加賀は、今年2021年度に約203億円の工事費用が計上されており、初回の改修工事が施される予定で進められている。しかし、前述したような出雲の初回の改修工事内容とは異なり、飛行甲板の耐熱処理などに止まらず、艦首部分の飛行甲板の拡張、スクエアな形状への変更も同時に行われることになり、出雲に一歩先んじる。ただし、加賀も、やはり2段階に分けた工程で航空母艦化改修は行われる予定であり、初回が2021年度から2023年度まで、2回目が2026年度から2027年度に分けられており、出雲は2026年度中に終了見込みと若干早い。出雲、加賀、ともに大きく2段階で工事を行うこととなった背景には、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用する際の艦内のスペース、区画に効率的な動線を取り入れることが必須とされたことが大きいようだ。これは、アメリカのワスプ級やアメリカ級の各強襲揚陸艦をはじめ、イギリスのクイーン・エリザベス等、先行して F-35 ライトニング 2B 型を運用する艦艇から、詳細なフィードバックを受けることが必要と判断されたのだろう。正直なところ、航空母艦化といっても出雲型護衛艦は F-35 ライトニング 2B 型の最大搭載機数は10機前後と見られており、この決して多くない数の収容と通常の対潜哨戒ヘリ運用との最大公約数での両立を図る意図がありそうだ。さて、肝心の艦載機となる
F-35 ライトニング 2B 型であるが、2020年度予算にて6機で約793億円、1機あたり約132億円相当を計上しており、これらが2025年3月までに、まず最初の機体として日本に引き渡される予定である。航空自衛隊としては、総数では42機の F-35 ライトニング 2B 型の調達を計画しており、2025年3月までの初回分に引き続き随時納入されていくと思われるが、すでに中期戦には宮崎県のニュータバル基地の名が公表されている。宮崎県のニュータバル基地であれば、加賀が母港とする広島県の呉基地や、今後同時並行で進められる鹿児島県の馬毛島に新設予定の基地にも地理的に近く、南西諸島防衛の用途には最適な場所と考えられる。出雲や加賀建設中には想定できない事態に、現在中国の脅威が拡大しています。また F-35B 戦闘機の開発によって日本の防衛力強化にもつながっている。今後中国の出方次第では、そうならないように抑止力を持たないといけない。日本には優れた潜水艦があるのをご存知でしょうか。建造技術や性能は通常動力型潜水艦では最強と言われています。今回海上自衛隊潜水艦の性能について詳しく見ていきます。オーストラリアの原潜導入で日本にも原潜をとの声が多くなっていますが、建造コストを考えると大ゲイ型がまだ作れるからね。海上自衛隊は2021年9月現在で基準排水量2750トンの親潮型潜水艦11隻、うち1番艦親潮と2番艦満潮は練習潜水艦に艦籍変更のため9隻が就役中に、900から2、950トンの双流型潜水艦12隻の2タイプの通常動力型潜水艦を保有しており、21隻を運用している。さらに、次期潜水艦として、3000トンのタイゲイ型のネームシップ、タイゲイが、2020年10月14日に進水していて、このタイゲイが、2022年3月に就役することによって、海上自衛隊は、25大港、平成25年防衛計画大港、2013年で定めた潜水艦22隻体制が整うことになる。なお、タイゲイ型潜水艦は、2番艦から4番艦までが、2020年現在建造が始まっていて、今後、それらの就役と同時に、随時、親潮型を退役させていくとされている。現在の主力である双流型潜水艦は、平成13年度中期防衛計画2001年4月から2005年3月のおける2005年度予算で建造が開始されていて、海上自衛隊初の非対機依存推進 AIP を搭載する通常動力潜水艦として建造が開始された。この非対機依存推進 AIP とは、原子力を動力としない通常動力型潜水艦において、シュノーケル港走りで、
大気の酸素を取り込まない潜航を可能にしたシステムで、それまでのディーゼルエレクトリック機関方式を補助、補完する技術のことを指す。双流型に搭載された AIP は、スターリングエンジンと呼ばれるもので、シリンダー内のガスや空気を加熱、冷却して膨張、収縮させ、シリンダーを動かして運動を得るシステムで、双流型では、ディーゼル機関2機に、スターリング機関を4機、それに鉛蓄電池を搭載したディーゼルスターリングエレクトリック機関方式が採用された。当初の建造計画では、双流型全12隻に、このディーゼルスターリングエレクトリック機関方式が搭載されるはずであったが、防衛省技術研究本部で開発を進めていた高出力のリチウム蓄電池を潜水艦へ搭載する目途が立ち、タイゲイ型から搭載される予定のリチウムイオン蓄電池は、双流型11番艦、王流12番艦、東流に前倒しで搭載されることとなった。この際、王流、東流には、スターリング機関を残し、鉛蓄電池をリチウムイオン蓄電池に交換する案と、スターリング機関も下ろし、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池のみとする案が挙げられていたが、鉛蓄電池と比べ、出力、充電時間、満つる放電回数など、すべてにおいて優れるリチウムイオン蓄電池を AIP に変えて搭載する方が、より高速での水中連続潜航時間延伸が期待できるとして、ディーゼルエレクトリック機関方式となったのである。リチウムイオン蓄電池は、鉛蓄電池と違い、水素ガスの発生が心配なく、より短時間での満充電が可能な上に、同じ容積あたりのエネルギー密度が、鉛蓄電池の2倍以上あるほか、繰り返し放充電回数は 1.5 倍以上と良いことだらけの蓄電池である。この技術は、次期、主力潜水艦のタイゲイ型に引き継がれ、リチウムイオン蓄電池を搭載することを前提として設計されたタイゲイ型では、その性能を最高に発揮できるとされ、未公開の性能所言がどれほどのものであるか、大きな期待が寄せられている。双流型の電子機器のネットワーク化には、目を見張るものがあり、最新鋭の情報処理装置、TDBS による様々な情報統制とその表示、また、艦外とのネットワーク連接がより向上したほか、ソナーシステムは Z997 が採用され、監視アレイ、側面アレイ、栄光アレイ、逆探せソナー、魚雷警報装置で構成されている。それは、親潮型と比べより、正確な情報が得られるとされている。なお、兵装は、艦首に 533mm 魚雷発射管6門が装備され、89式魚雷やハープーン追艦ミサイルを発射可能とされているが、これ前型の、親潮型の地型の、タイゲイ型と共通である。そして、双流型の特徴として、最も顕著なものはその外観で、海上自衛隊の潜水艦として、初めて、X 型の舵が採用された。親潮型までの潜水艦は、艦尾の舵が、艦体に対して、上下左右に十字型で、垂直舵、重舵が、左右への回答を担当し、水平舵、横舵が、水中における上下の動きを担当しているのであるが、双流型では、艦体の垂直軸から、45度の角度に傾けられた4枚の舵が取り付けられている。十字舵の潜水艦では、岸壁への接する時や潜航中に海底に帰底した時に舵をぶつけて破損する恐れがあり、舵の寸法を艦体の直径内に収めなければならないが、斜めに装着可能な X 舵は、十字舵に対して舵をルート2倍の大きさにできる。そのため、十字舵と比較した X 舵の水中機動能力は、左右の旋回性能が約 30%、上下の深度変換性能が約 15% 向上している。その他、
X 家事は、被害を受けた際に残された機能でカバーする高端性に優れていて、十字家事では、重打と殴打を、それぞれ同じ、油圧シリンダーで操作する、2系統の油圧シリンダーしかなく、一つでも故障すると、解凍か上下動のどちらかが不能となるのであるが、X 家事は、1枚が独立した、油圧シリンダーが作動しているため、4系統の油圧シリンダーのどれか、一つが故障しても、残りの3家事で、上下左右の相関をカバーできる。さらに、X 家事の装備位置は、十字家事より 1M 前方あるため、プロペラスクリューとの距離が長く、キャビテーションノイズの低減が期待できるという。このように、X 家事には利点が多くあり、以前にアメリカ海軍も採用を検討したものの、操作制御が複雑であることから、導入が見送られていた。しかし、双流型では、より高性能なコンピューターシステムが導入されたことで、4枚の舵を、ジョイスティック1本で操舵できるほどの操作性を実現している。最新の技術が導入され、静粛性においても、通常動力潜水艦としては、世界一と評価される、双流型と、さらに性能向上を目指した、大ゲイ型は、中国原子力潜水艦群と対峙しても、それらを凌駕する性能を発揮するであろう。近年、韓国海軍が、原子力潜水艦の保有を企んでいるとされ、また、先日は、オーストラリア海軍が、アメリカ、イギリスとの安全保障システム、オーカスに基づき、原子力潜水艦12隻を保有することが発表されたことを受け、海上自衛隊にも、原子力潜水艦をとの声が上がっている。しかしながら、海上自衛隊の任務は近海防衛であり、その任務を遂行するには、現有の通常動力潜水艦の性能で必要十分である。中東までのシーレーン防衛を海上自衛隊のみで行うのであれば、原子力潜水艦が活躍する場があると思われるが、現状では、現存費が高額で、維持費がかさむ原子力潜水艦を保有する必要は、全くなく、その費用を、国産次期戦闘機開発や、出雲、型の後継空母、及び、高性能イージス艦の建造、あるいは、超長射程の、対艦、対地ミサイルや中国本土を射程に入れる、弾道ミサイル開発に充てる方が、よほど現実的であろう。最新鋭ステルス護衛艦の死、炉が進水式を行いました。今回の城の特徴と今後、海上自衛隊の構図を変える護衛艦、では詳しく見ていきますね。今後省力化は必須ですが、中国がショックを受けているでしょう。2021年6月22日、
海上自衛隊のもが、2型護衛艦の3番艦にあたる艦艇が、の城と命名され、建造を担当している三菱重工業の中崎造船所で、浸水を迎えたことが多くのマスコミにて報道された。もが、2型護衛艦は、1番艦、もがみが、2021年3月、2番艦、熊野が、2020年11月と順序が逆になりながら浸水しているが、両艦は来年。2022年3月、の城は、2023年3月に収益予定となっている。の城は、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 132.5メートル、全幅 16.3 メートルの艦隊に、ディーゼルと、ガスタービンを併用した機関部を採用し、合計7万馬力で約30ノットの、最大速力を誇る。海上自衛隊では、一括りに、護衛艦と呼称されている水上戦闘艦だが、諸外国の海軍の艦艇で言えば、能代をはじめもが、身型はフリゲート艦に相当し、駆逐艦とコルベットのちょうど中間に位置づけられる。海上自衛隊の護衛艦といえば、弾道ミサイル防衛も担うため、イージスシステムを搭載したアメリカのアーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースにした混合型、アタゴ型、マヤ型が有名だ。これらの艦艇に比べれば、能代は小型でコンパクトなサイズであり、小回りの利く多目的な艦艇として、今後の海上自衛隊の主力を担うことが期待されており、現状22隻ほどの建造が予定されている。海上自衛隊内の区分としては、前述のマヤ型等が、DDG、ミサイル護衛艦、出雲、型などが、DDH、ヘリコプター搭載型護衛艦とされるが、も、が、身型には、新たな FFM という、監視記号が用いられている。も、が、身型のこの FFM という監視記号は、フリゲート艦を表す FF と、機雷、マイン、多用途、マルチパーパスの M を組み合わせたものと、されており、その名の通り、機雷の敷設、除去機能も付加されている。またもが、身型護衛艦は、新時代の艦艇に、ふさわしい省力化が推進されており、毎級にあたる、阿武隈型護衛艦の120名に比べて、30名も少ない。乗員総数90名での運用が可能で、うち1割ほどが、女性自衛官を想定している。慢性的な定員不足が指摘される海上自衛隊にとって、この点は地味ながら、非常に重要な要素と言えそうで、合わせて、同型艦の艦内の仕様をすべて統一することで、乗組員を複数の艦艇に乗務可能とする効率化も目指している。ちなみに、毎級の阿武隈型は、1989年から6隻が就役中であり、基準排水量2000トン、満載排水量2900トン、全長 109.0 メートル、全幅 13.4 メートルの艦隊で、合計 3.63 万馬力の機関部で、約27ノットの最大速力だった。単純に、艦の容積として、能代等のもが身型は、毎級である阿武隈型の2倍に近いサイズ艦ながら、乗組人数では、逆に3割近い人数を、削減することに成功しており、運用効率に優れることが見て取れる。またもが、身型の特徴は、
ステルス性能を強く意識し追求した感のデザインであることがうかがえ、環境をはじめ船体上の構造物が傾斜のついた直線を基調として配置されており、非常にすっきりとした印象である。ただし個人的にはこのあたりの近年のフリゲート艦は世界各国でステルス性を追求した結果、どれも似たようなデザインとなっており、かつての艦艇のように国ごとの特性があまり感じられないことは残念にも思う。さて、能代の兵装面だが、主砲に62口径5インチ単装砲を1機、近接防空ミサイルのシーラムを1機、4連装の17式。艦対艦誘導弾発射塔を2機、3連装の HOS303 単魚雷発射艦を2機装備している。そして、これも、1番艦、も、神谷2番艦、熊野、と、同様に、能代も、MK41VLS を16セル搭載可能な仕様にはなっているものの、ミサイルの選定や予算上の問題から、後日の搭載へと後回しにされている。MK41VLS が装備された場合には、従来よりも射程距離を大幅に延伸した。艦対空ミサイルや艦対艦ミサイルの搭載を可能とし、敵との最前線での対峙を担い得る戦力として期待されるだろう。また、追潜水艦用の装備としては、前述の3連装の HOS303 単魚雷発射艦。2機の兵装に加えて、OQQ-25 型の水上艦艇用ソナーシステムが搭載され、敵潜水艦の探知から攻撃までを行う能力を備えている。また、従来は、もっと小型の専用の掃海艇等が行っていた機雷戦の任務を、も、が2型では実施可能となっており、OQQ11 型の機雷戦用の、ソナーシステムと機雷捜索用と排除の2種類の無人機を、運用可能となっている。この機雷の敷設及び除去の能力は、尖閣諸島をはじめとする南西諸島の島嶼部防衛に向けた要求から実装されたものと思われ、機雷による海上封鎖や逆に除去による上陸作戦の支援等が見込まれている。近年の艦艇の例に漏れず、能代も艦尾にヘリコプター用の甲板と格納庫を備えており、艦載機として、哨戒用の SH-60kg ヘリコプター1機を搭載しており、各種の哨戒任務も可能となっている。日本が推し進める F3 ステルス戦闘機開発ですが、米国の協力もあり、急ピッチで開発が進んでいます。
純国産戦闘機を実は作りたかったんですよね。今回は F3 戦闘機開発で実は実験が開始されているものがあり、それを詳しく見ていきます。答えは新型レーダーですが、これが高性能みたいです。中国のステルス戦闘機なんて怖くないよ。2020年末頃に航空自衛隊の F2 戦闘機の代替機計画は、三菱重工業を主契約者として、その下に複数の企業が紐付けられる形式で進められることが明かされ、同社がプロジェクトの取りまとめを担うものとされている。現在の航空自衛隊には3種類の戦闘機が収益中であり、今回の代替対象となるアメリカの F-16 をベースとして、日米で共同開発された F-2、ライセンス生産された F-15J イーグル、最新の F-35 ライトニング2となっている。この中で、最新の F-35 ライトニング2は、アメリカのロッキード。マーチン社の手による、いわゆる第5代戦闘機であり、西側諸国が、唯一、調達可能な戦闘機ということもあり、世界的に、採用国が多い機体として有名だろう。日本では、この F-35 ライトニング2を陸上の通常滑走路にて運ぶ。要する空軍仕様の A 型を105機、短距離離陸、垂直着陸が可能で護衛艦、出雲、加賀の航空母艦加護の艦載機とする B 型を42機調達する計画としている。F-15J イーグルは、およそ保有数の半数となる100機前後に、さらなる近代化改修を施し、使用を継続する方向だが、F2 戦闘機は、2035年前後での退役が開始される状況にあり、これを代替するのが次期戦闘機計画である。日本では、現行の F2 戦闘機の開発計画が浮上した際にも、すべてを国産で賄う案も出されていたが、特に、戦闘機の用となる機関部について、当時は、国産化の技術力がなく、アメリカの F-16 をベースにした経緯があった。そのため、厳密に言えば、日本は、第4世代戦闘機を純国産で開発することも、物理的に不可能だったといえ、現在の最新鋭機である F-35 ライトニングにも、同様に、第5世代戦闘機の開発技術も、未保有状態にあるのが実情だろう。他国に互いする能力の最新鋭の戦闘機開発は、それだけハードルが高く、特に、近年では、自国のみの予算、技術力でそれを行うことは、昔以上に困難とされているが、次期戦闘機開発とは、それに挑戦する取り組みとも言える。日本が、F2 戦闘機の代替機について、自国開発を推進しようと、志向した基本には、同機は、日本の広い領海内に侵攻してくる敵艦艇を空対艦ミサイルによって迎撃するという任務を担っており、その役割を引き継ぐためだろう。このため、世代的には第5世代機の次となる第6世代機だと評されているが、次期戦闘機の任務の中心には対艦攻撃力が重視されており、マルチロール化が進む戦闘機の中にあっても、特に対艦戦闘を重視した攻撃機的な機体だと思える。それでも、日本の独力で次世代戦闘機を開発することは困難が予想され、2020年末には、やはり F-35 ライトニング2など、現在の世界の主力戦闘機を擁するアメリカのロッキード・マーチン社が技術支援に加わる方向であると報じられた。その一方で、次世代戦闘機の要素技術としては、日本の IHI 社が防衛省と共に開発した機関部 XF9 ターボファンエンジンの試作機1機が、すでに2018年の6月に防衛装備庁に納められており、純国産エンジンの搭載が現実味を帯びている。
また、同じく、2018年には、次世代戦闘機に向けた、小型で高出力のアクティブフェーズドアレイ方式の火器管制レーダーも、東京国際航空宇宙展に出展され、現行の F2 戦闘機のツムJ、APG-2 レーダーと、ほぼ同一の大きさだと、判明した。そのため、この新型レーダーは、F2 戦闘機に搭載して、実地テストによる検証が行われると予想されているが、すでに2018年時点でも地上における500時間以上の時間が検証作業に費やされており、実用化はほど近いと見込まれる。このように IHI 社製の XF9 ターボファンエンジン、新型のアクティブフェーズドアレイ方式火器管制レーダーなど、次世代戦闘機を構成する主要な要素の国産化は順調に見えるが、最近はその後の動きの報道は少ない。今年2021年に入ってからは、母国イギリスでも第6世代戦闘機テンペスト計画にて、同分野を担うロールス・ロイス社が、日本の次世代戦闘機の機関部についても協業先となるとの報道がなされるなど、動きがつかみづらい。2021年8月には、2022年度の防衛予算の概算要求の中に、次世代戦闘機が完成する無人航空機の開発関連費用が計上されると大手マスコミが報じており、これがどのようなものとなるのかにも大きな注目が注がれることとなった。これまでも2021年6月には、読売新聞がその記事上で、次世代戦闘機に搭載する無人航空機の開発に防衛省が乗り出すと報道したこともあり、世界的に既存の戦闘機を含むこれらの構想に日本がどう対応するのかがポイントとなりそうだ。2021年8月に次世代戦闘機が完成する無人航空機の開発に言及した時事通信社は、その無人航空機の役割を敵航空機やミサイルの早期発見、それらへのミサイルでの迎撃、敵航空機やミサイルへのデコイ機能の実現だと指摘していた。これらの役割を担う無人航空機を想定した場合、人工知能を搭載し、自律飛行を行うことは明らかだが、次期戦闘機に搭載するのか、別に専用の拠点から離陸させるのかには、機体のサイズも含めた、大きな違いがあり、疑問は尽きない。一般的には、有人戦闘機に随伴して、そうした任務を担うのは、反復使用が可能な大型の無人航空機であり、有人航空機もしくは大型の無人航空機に搭載して、そこから必要に応じて射出するタイプは、いわば使い捨ての小型無人航空機と見られている。このため、日本でも、反復使用が可能な大型の無人航空機と、使い捨て型の小型無人航空機の両者を共に開発する可能性が高いと目されているが、いずれも、第6世代たる次世代戦闘機に向けた機体との見方が多いようだ。それに比して、この分野で先行するアメリカやロシア、中国といった各国は、既存の第 4.5 世代旗や第5世代機でのこれら無人航空機の実用化を視野に入れているとみられ、その点が日本とは大きく隔たりがあるように感じられる。特に日本の場合、今後主力戦闘機となる F-35 ライトニング2に関して、独力でこれに対応する無人航空機を生み出すことは、技術的な面からも困難が予想され、その前世代の F-15 自衛イーグルや F-2 でも、それは同様だと考えられる。逆に、ロシアなどでは、この両方の無人航空機の戦力化が顕著であり、第5世代戦闘機タル自国の SU-57 に随伴飛行させる大型の S-70 オホートニクや、SU-57 に搭載して運用する小型無人機の計画を同時に進行させている。ことに、大型の
無人航空機 S-70 をフォートニクについては、早ければ2024年頃の戦力化が指摘されており、こうした事態を重く見たイギリスも、F-35 ライトニング2やユーロファイタータイフーンに対応した無人航空機、モスキートを開発中だ。この無人航空機、モスキートの実用化も、遅くとも、2030年を目途に実施される見込みとなっており、第6世代戦闘機、テンペスト計画の実現よりも早い時期に、これを完成させる方向だと考えられている。近年は、大国同士の直接的な武力衝突の可能性は低下してきているので、この分野での日本の劣勢が、すぐに、全体の軍事バランスを損なうほどの危機には直結しないとは思え、その意味では、非常に幸いなこととも言えるかもしれない。